出られないような状況でしたので、ともかく退屈してたらしいんですね。ですから誰が来てもわって喜んでくれまして<笑>で日本では原則としてあの個別のインタビューは、断っていたらしいんですけれども、私は幸いあの前の年にビートルズとちょうどロンドンで会うことができましたので、ビライプスタインが特に許可してくれまして、1時間だけならということで、ビートルズの部屋でインタビューすることが許されたんです。 ともかくそのどこへ行っても同じなんだと、一歩も外へ出られなくて、いつも窓の外から日本ってこんなところかなんて眺めてるだけでとてもね悲しいっていう話を盛んにして。